ライス添えパスタにかけたビーフストロガノフビーフストロガノフはロシアの牛肉料理。代表的なロシア料理の一つと言われるが創作料理とされる場合もある。なお、または、という言葉はロシア語で、竜の意。ビーフはフランス語の部分に由来する。ただし、本場ロシアでも鶏肉や豚肉を使用したアレンジ家庭料理は参見される。16世紀初頭に、 ウラル地方で成功した貴族ストロガノフ家の家電の一品であったとされるが、公安者と生まれた時代については諸説存在する。有名なものとしては、アレクサンドル・セルゲイエビチ・ストロガノフの時代に生まれた説が挙げられる。年老いたアレクサンドル・セルゲイエビチは、歯の多くが抜け落ち、鉱物のビーフステーキが食べられなくなってしまった。 彼のために食べやすい大きさに切った牛肉を柔らかく煮込み、かつ牛肉の風味を生かした料理が考案されたという。20世紀のロシアの料理研究家、ビリアム・ポフリョプキンは、この料理について、アレクサンドル・グリゴリエヴィチ・ストロガノフの時代に生まれたと主張した。ポフリョプキンは、アレクサンドル・グリゴリエヴィチがオデッサに住んでいた時代に、開催していた、開かれた食事会のために、 コックが作ったものであると述べた。公安当初のこの料理に名前はなかったが、アレクサンドル・グリゴリアビチの没後、料理を気に入った、オデッサの人間は彼を忍んで料理に、ストロガノフの名をつけたという。今日ビーフストロガノフの起源について言及される際、このポフリョプキンの説が、歴史的に正しいものとされることがしばしばある。また、食事と料理が好きな当主が深夜、 小腹が空いて起きたものの家人や使用人は全員眠っていたためありあわせの材料で料理を作ってみたらうまかったことからできた料理だとも言われている。さらに別の説ではストロガノフ家のコックが誤ってソースを焦がしたことがきっかけで誕生したとも言われる。考案された時代については16世紀末にはすでにロシアで食べられており、コサックの狩猟。 イエルマークの食卓にも登っていたという俗説が存在する。20世紀初頭にロシアの料理本にビーフストロガノフのレシピが載せられ、ソ連時代に一般に普及した。現在の日本ではロシア料理店の定番メニューになっているほか、食品会社から手頃な値段でコケルーが売られ、おなじみの家庭料理になってもいる。牛肉の細切りと玉ねぎ、 マッシュルームなどのキノコをバターで炒め、若干のスープで煮込む。仕上げとして、スメタナをたっぷり入れる。バターライスや白飯、パスタ、揚げたジャガイモと共に食べる場合が多い。ストロガノフ家で提供されていたオリジナルのビーフストロガノフは、煮込みの前に肉をワインを加えた湯で蒸し、マッシュルームとケッパーを加えたものだったという。ウクライナ風では、色は白く、ビーフシチューというよりむしろ、 クリームシチューに味も色も近い。日本においてはサフランライスを使ったりトマトやドミグラスソースを使うこともある。また日本ではサワークリームが食材として一般的ではないため生クリームやヨーグルトを使用する製法も見られる。ありがとうございます。